皆さんこんばんは、キャンディリンです。それでは5月31日の、メンテ、関係チェックやっていきたいと思います。よろしくお願いします。では早速見ていきますけれども、まあ今回も馬に関しては特になかったと思い、なかったでいいと思います。で、草の覚醒が来て、そのキャラ調整ですね。はい。で、まあ馬には関係ないんですけども、シャイがなんかダンスできるようになったということで、一応なんか私もまあショート動画にしてちょっと上げてるので、はい。よかったらっていう感じですけども、なんか3種類あるんですね。はい。で、あとウサで、メグで、で、あと、労働者がですね、レベル40まで育つようになったというのと、レベル40を達した労働者が、まあ、好きなところに、倉庫に送ることができると。はい。で、あと、ずっと、自動的にご飯を与えるようになったのでも、パップじゃない。ゴブリン以外は、なんていうか、もう無駄じゃないかという感じ、はい。だったんですけれども、まあ、ジャイアントパデス、その他ジャイアント系列は、まあ、なんか、遅い分、まあ、量が増えるようになったと。はい。だと、人間労働者は、なんか、幸運っていうか、まあ、プラス、なんか、そうです、包みが。これは、どの労働者の人なのかな、まあ、ジャイアントについては、まあ、増えるようになったということなので、人間は変わらないんですかね。まあ、一応、プラス3なので、まあ、まあ、今までせっかくジャイアント育ってたのに、とかストモフリーにならないように調整入ったみたいなのでって感じですね。はい。で、レイアパート。まあそうですね。なので馬に関してはなくって、まあ労働者についてもまあそんなに。ゴブリン宅にはなったなかったでは、でもないっていう感じですかね。はい。で、これちょっと、あれ、ツイートもしたんですけど、もし、今までタスクトレーモードで馬に登場して自動移動するとゲームを終了してしまうことがある現象が修正されましたで、結構これ長い間、落ちたりってことあったんじゃないかなと気がするんですけど、それがなんか修正され、どうやらバグで修正が入ったっぽいので、で、私はあんまりタスクトレイに入れてないので、ちょっと、どうなったのかが検証してないんですけれども、まあ今までタスクトレイ入れたら、で、魔法置したら、ゲームが終了してしまってた人は多分改善されたんじゃないかということですね。はい。ということで、はい、まあそのぐらいですね。ちょっとバグの修正があったぐらいですかね。ということで以上でアップデート内容を終わりにして、まあお知らせの方見ていきますけれども、朝の国のなんか物語を見て回答しましょうですかね。っていうやつと、あとまあ月刊砂漠ですね。はい、ニュース。で、ノーサの覚醒来ました。というのと、あ、で、昔話の当選者ですね。で、あと、黒様の当選者と、新しい冒険。で、6月14日ですね、朝の国来るのね。はい。ということで、あ、これ、もうあれですかね。はい。これ、もらえるので、お忘れなくということです。
まあ別に馬に関係ないんですけれども、はい、ということでお知らせ、新しいお知らせが以上で、あとイベントですね、学生うさクリエイター放送ですけれども、まあ、私もあのクリエイターなんですが、これ基本的に、まあ、ライブしてないので、ライブしてないのでというのと、まあそもそもこういうなんかあの なんていうんですか、キャラを 馬のなんか馬に関してあればね、ちょっとやろうかなって気もするんですけど、まあそうじゃないので、でまあ別に馬に関するものはないんですけれども、まあクーポンあるので出るらしいので、はい、ということですね。で、あと覚醒の実装でホットタイム、異物箱、なんか何ですか、異物箱となんかもらえるのが、まあ朝の国実装までですね、はい。でマグヌス、まあもらえるやつですね。これいつだ、あ、メンテは。これまあ6月28日までに、メイライからアビスで、マグヌスの風を完了すると、まあ、プレゼントがもらえるやつですね、はい。あとはログイン報酬。まあ、まあ、あるので、まあ、毎回ですけど、まあ、あって、ね、まあ、4日目にはレイラの花びらとか、あと、まあ、この辺の訓練総代ですね。と、霊薬。あ、だから、15から20、20日、21日にかけては、まあ割とちょっと続いて、はい、もらえるようなので、まあもらっていきましょうっていうことです。あとは新規沖縄に飛ばしていきまして、で、間もなく終了ですけれども、まあこれ馬は関係ない、狩り採取釣りで、まあ箱が、取れるのが、まあ、あと1週間と、あとログイン報酬で、バグが、バグじゃない、バフがもらえる。バフっていうか、バフです。はい。ということで、以上で、まあ、メンテとイベントの方ですので、まあ、うん、まあ、特に大きなものはなかった。特に大きいっていうか、まあまあ、馬に関してはない感じですかね。はい。まあ、シーズンが馬メインということなので、まあそちらでという感じ。はい。で、あと、パール商店ですけれども。まあ、また。ですね、アバターが。あと、ね、まあ、馬に関しては、そうですね、デイリークローン。なんか、デイリーでちょっとした、パールでなんか、交換できるやつがあるみたいです。あ、で、ウサ覚醒で、狛犬パッケージ、なぜか、ウサの覚醒なんですけど、まあ、2週間狛犬パッケージ来てるので、欲しいと思ってた方は、はい、買い時というか、はい、ですね。あとは、まあ、ないですかね、馬に関しては。アジアの秘伝書、もう10パール。まあ、だからこれ10パールは、まあ、馬に関してはないんですが、まあ、ちょっとお得という感じのものはあると思うので。まあ欲しい方はって感じです。で、あと、登場物用品が2週間20%オフなので、はい。なんか買おうと思ってた方は買う、チャンスというか、はい、ですね。
ということで以上で、パール商店も見たので次、グロラボトイメンですけれども、まあ、グロラボまあ馬関係あそうですね馬持ち馬弁がですね馬車にも乗るようになるようですだから30マノス馬持ち馬弁をでつけて馬車に乗ると 30% 速くなるのでこれまあいや調教は多分短期の方が速いと思うんですけれども馬車で育成してる人はさらに馬が育ちやすくなってだからまああのあれですねまあ、レベル15でガンガン荒廃して、ホバ狙ってる人とかだったら、さらにそれがスピードアップするって感じなので、まあ、いいんじゃないかと思います。で、あとはまあ、そうですね、うん、馬に関して、だから、だからまあ来週、だから多分その馬持ち馬弁の、馬車への、効果が乗るのが来ると思います。でなんかあるなんですこれ強化のスタックが確認できるらしいですね。はい。全部なんのかななんかちょっとわかんないですけど。トゥバラの。トゥバラに限ってか。トゥバラに限ってですかね。ちょっとわかんないですけど。はい。ということで、グロラボ以上になりまして、韓国の方ですけれども、まあ、モスワの確定ですね。で、まあ、ロドスの会員。で、まあ、そうですね、馬の、場面の効果が乗ります乗るようになりますっていうのが来てるのでまあ来週日本に来るとっていう感じで、はい以上で韓国の方もチェック終わって、あとインベンちょっと見ていきますけれども、まあ、ホバに関しては、24日かぐらいから、ないんかな。賢いもんね、なんだ。スキルコンプ、ことですかね。はい。同じですよね。ああ、まあ色。まあ特にうんな、まあそんなにな何か特別なまあ黄金の馬について。まあ、これ最初から3つぐらいは覚えてるので、まあ、テネシメ狙いやすいんじゃないかとかになるんですけど、ちょっと私まだ育てないでわからないですけど、まあ、まあ、運なので、なんとも言えないですけれども、っていう感じで、まあ、以上で、はい、インベの方も見たの、あと中でパールショーって見て終わりにしますので、お待ちください。はい、しました。それでは見ていきますけれども、まあ、まだ買ってなかった。10% あるのはないのか。アジアン。あ、狛犬と、だから登場物の割引ぐらいですかね。はい。ということで、ペット見ていきますけれども、まあ、うさ覚醒で、はい。
てるの、割引来てるので、はい。はい、来てます。これもなんかまあ、ずっとあれですけど、まあ、カモあたり3個で、月曜に初期化ですね、はい。で、あと、登場物の、割引が来てたと思うん、あれ来てないな。ちょっと、もう一度お待ちください。します。そうですね、あの公式の方には 20% 登場物です、 20% ってなってるんですけれども、うん、なってないですね。ちょっとよくわかりませんが、5月31日であってるしな。ということで、なんか 20% ってなってるんです。こっちはなってないですか、登場物用品。これか、あ、来てますね、はい。すいません、登場物用品だけでしたね。全体で、はい、全体的に 20% 来てるので、まあ、なんか買おうと思ってた方は、はい。ということで、こっちですね、登場、ここだけですね、登場物用品。はい、割引来てるので、お忘れなくということですね。ということで、以上で5月31日のメンテ馬関係チェック終わっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。